予定時間より遅れましたが、眼圧20と安定したため無事退院できました。翌日からしばらく通院が続きます。術後はしばらく不安定な状態が続くと予想されるので、内服薬と大量の点眼をアンジーと一緒に頑張りたいと思います。アンジーの手術内容についてです。前回の動画でお話ししましたが、なんと虹彩を切除したら虹房の房水が抜けて虹彩が下がったので、緑内障バルブを通常の前房に入れることができたそうです。これは本当に良かったです。術後の経過も見やすくなるそうです。前回の動画と被りますが、術後の連絡時では眼圧20と安定しているとのことでしたが、お迎えの日の午後1に連絡があり、夜から朝にかけて眼圧が上がった、今は安定しているがもう少し様子を見たい、お迎えの時間を後送りにしてほしいとのこと。お迎えの際に状況を聞くと、眼内に炎症反応によるフィブリンが発生し、目に入れた緑内障バルブを詰まらせ眼圧が上がってしまった、注射で融解剤を投与して現在は落ち着いているとのことでした。手術と入院の疲れ、そして麻酔が溶けてからの目の痛みがまだあるようで、前回の退院の時とは違い元気のないアンジーでした。家に帰ってからは即爆睡でした。術後2日目、2月2日の朝、アンジーの目が白濁しているように見える。通院は9時45分の予約でしたが、9時前に病院に行き眼圧を測ってもらいました。結果70とまた上がってしまいました。70以上に上がったのは手術前から数えて4回目。もう気が気じゃありません。ステロイドと融解剤の投与でなんとか眼圧が下がりました。目に融解剤を注射しているので針で穴が開き、一時的に眼圧が下がっただけかもしれない。また上がってしまう可能性もある。 1,2 週間は眼圧が不安定な状態が続くかもしれませんが頑張りましょうと言われました。術後3日目、2月3日の朝、今日のアンジーの目は透明感があるように感じました。本日の通院はかかりつけ医へ眼圧を測りに行きました。おそらく悪くはないだろうと思っていましたが、なんと5、今度は低すぎ。しかしアンジーは痛がるでもなく目にしょぼつきもないので問題ないとのことで様子を見ることになりました。まだまだ不安定な状態が続いていますが、絶対に失明させたくないので、できうることはしっかりやっていきたいと思います。皆さん応援よろしくお願いいたします。